ここでは有理理数数と無理数の要点にについいてて一緒に確認していきます。今回一番大切なことは無理数はととだよっていうことです。どういうことかこのね有理数無理数とはそして実数とはの順番で詳しく見ていきましょうでは「有理数無理数とは」から見ていきましょう何が無理なんやっていうとこれ分数にするのが無理やったんですね 分数の形でで表すすこととができる数数数それを有理数と言います分数のじゃ表せない数それを無理数というんでしたね。じゃあ分数の形にすることができる有理数って一体どんなんがあるんやっていうと整数とか有限小数とか循環小数です。 整数なんて分数じゃないやんかって思うかもしれないですが、6って1分の6でもありますし、2分の12でもあるし、3分の18でもありますよね。分数の形にすることができます。分数の形にすることができるなら、それは有理数と思えばいいんですね。そう考えると有限小数もこれは分数の形にできるので有理数です。例えばこの0.34っていうのは分数にしたらどうなるんでしたっけ。 というと、百分の三十四なんですね。もちろん、約分して五十分の十七でも構いません。またね、零点五六、五六、五六みたいな。この循環小数も分数にすることができたんですね。これは九十九分の五十六となるんでした。詳しくはね、循環小数と分数のところで勉強しましたよね。では、次ですね。無理数、いきましょう。分数の形で表すことができない数、それが無理数なんですが、どんなものがあるでしょうかというと。 循環しない無限小数これが無理数になりますじゃあ循環しない無限小数って具体的にどんなんがあるかっていうともうルートと π って思っておけば OK ですルートと π は循環しない無限小数ですので分数にすることができませんよって無理数ですですからねもう本当ルートと π は無理数って覚えてて OK なぐらいですただ一つ注意点があって整数にすることができるルート ルートがが外れるやつはダメだよっていうのが注意点です。例えばこのルート9っていうのはですねルート9イコール3と変形できますよね3は有理数ですのでルート9をね無理数とやると×になりますこのようにねルートが外れるやつは有理数になるっていうのが注意点ですねまたですね2ルート3みたいな有理数×無理数とかね有理数割る無理数みたいな形になってるのもこれは無理数です これれは意味を考えればわかると思います。そもそも √3 自体が循環しなない無限小数なんですね。それを2倍したところで急になんかね循環する無限小数になったり急に有限小数になったりするっていうことはありえないですよね。ですから無限小数循環しない無限小数を2倍してもそのままね循環しない無限小数のままなんでこれはやっぱり無理数だなとそのように考えればわかるかと思います。 あとですね、ここまで有理数とか無理数について学んだなら実数っていう言葉も知っておきましょう有理数と無理数をまとめて実数と呼びますということでねいっぱい言葉が出てきたんでここで全体像を整理しておきましょうまず実数があるんですねそして実数の中には有理数と無理数があります有理数っていうのは分数にできる数のことです 無理数というのは分数の形に表せない数のことでしたね。具体的には循環しない無限小数です。つまりルートとパイのことですね。で、分数にすることができる有理数にも大きく分けて3つの数字がありました。1つは整数です。もう1つは有限小数です。0.24みたいにねピタッとある小数台本にあいで止まる終わる小数のことを有限小数と言いましたね。でもう1つは循環小数です。 0.242424みたいにね同じ繰り返しが無限に続くそういう小数を循環小数と言ったんですねでさらに整数は3つに分けることができましたね1つは正の整数です別名自然数とも言いましたねもう1つは0そして負の整数この3つに分けることができますこのようにですね全体図をしっかり把握しておくと今後勉強がしやすくなりますよねでまたですね 実数でない数としては虚数っていうのがあります虚数っていうのは2乗してマイナスになる数です一見ありえないと思いますが数学の世界ではそういう虚数っていうのもあるんですねでもこれはね数学1では学ばないんでねここでは触れないでおきますはいということでここでは有理数と無理数の要点について勉強していきましたどうでしょうか理解できましたでしょうかねこの後はですね例題を使ってさらに理解を深めていきましょう